前もっとね、フレンドリーだったんですけど、やっぱ思春期だから。甘いタイムですか。今日は、ゆいさんに買っていただいた、この生クリームパン、カスタード味を食べています。いただきます。ゆいさんと同じで、適当な味がして美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれで課金で儲けようとしてんだから。何食べたの？もつ煮カレーです。あ、もつ煮カレー。焼きそば。もつ煮カレーと焼きそば。いやー、さすがっす。カフェ行きのカレーとソーセージ。ちょっと食いかけだけど。ああ。野菜カレー。野菜カレーです。あと新しいところ。ん？そう。どうですか？美味しいですね。野菜が。大きいですよ。顔じゃなかった。お二人は何食べてるの？カレー。ああ、ありがとうございます。寒いの？寒いです。今日はダンクさんのガパオライスを食べたいと思います。いただきます。この枝豆がアクセントとなってとても美味しそうですね。スパイシーと肉のジューシーさ、これは他のスタジアムでは食べられないですね。ぜひ皆様も正田醤油スタジアムにお越しください。バイバイ。バイバイ。さあ、今日も大事な試合です。ホーム2連戦2連勝といきましょう。さあ、行きますよ。絶対勝つぞ。おおおおおお、LGいい声お願いします。優勝します。優勝番号意気込みをお願いします。新品なんで頑張ります。お願いします。まあ、またスタジオで食べられるように頑張ります。どうぞよ。意気込みを。群馬引っ越してきて一発目をやってやりましょう。はい、やっちゃうよ。勝ちましょう。はい、ありがとうございます。スタジオはエナジーって。